皆さんこんにちは、クレアです。今日はこのショルダーバッグのフラップの付け方とここの部分の剥ぎ合わせ、そしてバッグとして仕上げるまでのご紹介をしたいと思います。まず前回の動画でお伝えすればよかったんですけれども、この糸処理の仕方をですね、ご説明するのを忘れていたので、今回はちょっと一番最初にこの糸処理の仕方からお伝えしたいと思います。皆さんも糸処理の仕方ってご存知だと思うのですけど、ちょっと知らない方のために糸処理のご説明をしたいと思います。この本体の部分ですね、この糸処理まだやってないんですけれども、まず糸処理はとじ針に糸端を入れて、ちょっとズームにしてと糸端を入れて、それで裏目の部分に糸をかけるんですけれども、この場合は普通にここの部分に入れて引き出します。そうすると表面はこんな感じになっているので、それでこれを適当な位置、引っ掛けられるところにまずは入れて、そしてからちょっと入れた方がいいかな、こう適当なところで入れていくんですけれども、私の場合はすごいこの糸が出ないかっていうすごい心配をしてしまうんですね。のでこう入れた時にここに筋があるところに入れたんですけれども、入れた一目前に戻ってですね、ここに戻ってもう一回かけます。そうするとしっかりここでかかってくれるんですね。ちょっと抜けちゃったんですけれども、かかってくれるので、ここをかけてからあと2、3目チュチュチュッと入れて、で出して、そしてこの際の部分ですね、ギリギリの際の部分でカットしてやっておけば、もう絶対に引っ張っても出てこないので、この方法でまずは行ってみてください。でもう一個端っこの方もしてみますね。もう一個の端っこの方も糸を引っ掛けて、この裏面のところですね、適当に最初は糸を入れちゃいます。どっかここら辺にいいかな、ここら辺に入れて引き出して、こっちの方がいいかな、しっかりつくから、こんな感じでまずしっかりと糸を入れてから、この部分ですね、こっちの方がいいかな、ここに何針目か3、4針とか入れて引き出します。そしてもう一目ここの部分に出したところに一目かけて、でそのまま何針か入れて引き出すんですね。よいしょ。そうするともう絶対にこれは出ないので、でギリギリで切って、でこれでおしまいです。ちょっとここの部分は結び目であったので、そのまま切
として処理したいです。でこれで糸処理終わりました。はい、糸処理をして全てでアイロンをかけて整えました。次はこのショルダーのここのフラップの部分を編み付けていきたいと思います。今まで編んできた編み案なんですけれども、あと2玉が結構残った感じになってます。前の樹皮もどきでこれ編んだ時には 80m4 玉使ったんですけれども、すごいギリギリだったんですね。ギリギリだったのでここのフラップの部分は1本取りで編んでいったんですけれども、これを今ちょっとお試しでここのところを2本取りでちょっと編んでみたんですね。そうするとやっぱりなんかこう二重っていうか、やぼったくもさもさなってしまった感じっていうんですかね、なってしまったので、やっぱりこの部分は1本取りで針は7号針で編んでいきたいと思います。編む場所は上から3段目の筋になります。これの場合だったらここに筋が1本あって、1つ2つで3つ目の筋のところに編んでるんですけれども、これも一緒の感じで1つこれも一緒だったらここですね、1つ2つ3つ目ここの部分にフラップを編み込んでいきます。で反対の部分もこんな感じなので、1つ2つ3つ目この部分にフラップを編んでいきたいと思います。まずはこっちの方から、で糸は1本取りで7号針で、まずこの3本目の線の一番端っこのこの線のところですね、ここのところに針を引っ掛けて、ちょっと近く一番端っこに針を引っ掛けて、それからこれを入れていきます。でこういう風に入れた時ってスルリッと出ちゃう時があるんですね。で私の場合はこの端っこの糸をここにくるっと巻きつけて、それから鎖目を一つ編むともうこう抜けないんですね。絶対にこう挟み込むことによって抜けにくくなるので、私はいつもこの方法で糸をつける時とか、それから途切れ糸をこう継ぎ足す時とか、そういう時にはやってます。でここに引っ付けられたら、そしたら同じところに細編みを編んでいきます。この時に糸処理するのがめんどくさかったらこのまま編みくるんでいっても大丈夫なので、こんな感じで糸処理するのがめんどくさいので、こう編みくるみながら編んでいきたいと思います。で動画を撮りながらがちょっと不慣れなので、ちょっとご説明も下手で
画面もちょっとブレブレなところがあるんですけれども、申し訳ないです。と3本目のところ、最後まで来たら一目鎖を作ってくるっと向きを変えて、そしてここから同じ穴のところに鎖編みを一個ずつ編んで、今は2段目に入ってるので、あともう1段3段になるまで編んでいってください。最後の目まで終わりました。3段目編んで、で糸処理する長さにカットして、また裏の方から針を入れて引き出して、これでフラップ1つ目が完成しました。でこれも糸処理後ろにチュチュッと入れて、でこっちの反対の方もフラップを同じのをここにつけます。でこれも1つ2つ3つ目のこの線ですね、この線のところにまずはかぎ針を入れて、でこの時にこれを挟み込んで、よいしょ、鎖を一つ作ってから細編みをします。でこれも同じようにずっと細編みを最後まで行って、それで3段ですね、3段編んで糸処理をして、このフラップが2つつくことになります。じゃあ編んでいきます。したら糸処理する長さ残して、これで2つフラップ部分が出来上がりました。全部フラップのところが編めました。そしてこの四角のところを、四角っていうか側面をこうやこんな風につけるんですけれども、これ自体の38段あるうちの真ん中が19段目じゃないですか。だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 19段目のここがこの本体の側面のところの真ん中になります。で19段目が真ん中なんですけれども、15段目のところと23段目のところに印をつけておきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15 ここですね。
じこの方のだからここですね、この部分15段目のところと23段目のところ、19、20、21、22、23、23段目のところにも印をつけておきます。23段目ここですね、23段目のところにも印をつけて、ここが真ん中で、ここが15段目ですね。ここが真ん中で、ここが15段目、そしてここが23段目の段です。でこうするときに、このフラップが、フラップじゃないや、この横の部分がつくんですけれども、この15段目と23段目の部分、ここにこんな風につくようになります。で立ち上げるとこんな感じでひっついて、こうですね、こんな感じで横の部分がなるんです。ここの部分ですね、ここが15段目で、こっちが23段目で、この真ん中が19段目で、こんな感じでくっつくので、分かりやすくするためにこの15段目のところと23段目のところに印をつけておきます。はい、ここからここに布を貼っていきたいと思います。すごい自己流なんですけれども、こっちのこれを見れば分かると思うんですけど、ポケットの部分にもボンドでこの裁縫上手っていう、これで貼り合わせてあります。そして内側の部分もこのようになってるんですけれども貼り合わせる場所はこの本体の部分のこの大きい面、それからこのフラップの部分、内側の部分ですね、両方とも。そしてこのマチじゃない側面の部分2つ2枚、それからこのポケットの部分、ここに1枚、全部で 1,2,3,4,5,6 6枚分貼ります。で貼り方なんですけれども、お手持ちのこう裏地にしたいような布にアイロンをかけて、でから私はこの茶色で編んだので茶色のチェックを合わせようかなと思ってこのチェックにしたんですけれども、まずちっちゃい面でやっていきますと、この側面の部分ですね。でこれは結構ストレッチが入った服用の多分布地になるんですけれども、横と縦はそんなに伸びません。こっちが横になりますね。でこんな感じで合わせて、そしてシャープペンシルとか、私はちょっとこの黄色のシャコペンでやっちゃうんですけど、こんな感じでここ端っこだったら端っこに合わせて、でこの部分も普通にこう端っこに合わせて引いちゃうんですね。この横の部分ガーって引いちゃいます。そうするとここに線があるじゃないですか。これに沿ってこのハサミで、裁ちバサミで切っていきます。
切れました。多分これと同じ寸法にだいたいなってると思うんですね。それでこのまま貼るとここ縫い合わせた時に縫えないので、ここの四隅をまあだいたい1センチとか大きさに合わせてですね、四隅をアイロンでこうこんな感じで折っちゃいます。こう折ってこんな感じで折れたところをここにボンドで貼っていくんですね。全部でこことかは縫い合わせるので、この部分は貼らないように、ここは一本取りで細編みでこう剥ぎ合わせていくので、ここは貼り合わせないようにして、この他の部分をアイロンで押さえてして貼り付けていきます。この裁縫上手でまずはアイロンをかけたいと思います。はい、全てのパーツに切ってこのようにアイロンで内側に折り目をつけて貼れるような状態まで来ました。これここにボンドを貼るんですけれども、こうやって四隅貼った時にここが厚みが出てしまうので、ここの角をですねハサミとかで斜めに切って、でこう切っとくとこう折りたたんだ時に厚みがあまり出ないので、全部四隅ですね、あと他のパーツも切ってこのようにしておいてください。ではですね、このパーツに裁縫上手で糊をつけて貼り付け合わせていきます。この裁縫上手を使うんですけれども、これですね、これはアイロンでさらに強力速乾接着、アイロン使用しない場合も接着可能って書いてあるんですけれども、洗濯やドライクリーニングでも剥がれにくい、で細口ノズルで、で生地同士を貼り合わせて大きめの当て布をして、家庭用のアイロンで中温140〜160度、ドライで約15分から20秒ずつずらさずに圧着してください。書いてあります。でまずはこのちっちゃい部分からしようかな。この側面の部分ですね、これをこっちが表ヘリンボーンのとこなので裏に向けて、してまずこのままこうやって貼るとここの部分がパカパカちょっと浮いちゃうので、まず最初にこの部分ですね、この部分に裁縫上手をちょっと塗って全部面をひっつけていきたいと思います。これ切るの忘れてるね、ちょっと今更なんですけど四隅を切ります。で全部四隅を切って、この今さっき塗った分ここなんですけど、これを貼り合わせます。そうするとすぐにつくので、ちょっと手にベタベタくっついてしまうんですけど、同じように横の部分もアイロンでつけたこの折り目に合わせて塗って貼り付けてと、
の部分を貼り付けておきます。そしてですね、貼り付けておいたのができたら、ここにこんな感じで貼り付けることになります。で、横のこの部分は先ほども言いましたみたいに一本取りで細編みで全部編んでいくので、でここが最後編んだとこですね。こっちが最初作り目で作ったところで、この上はこれぐらいで、で下の部分はここつなぎ合わせられるようにこれぐらい残しておいて、でできたらここに裁縫上手を塗りまして、とこの部分と、でこの部分も適当に塗って、アイロンで接着すると強力に接着すると書いてあったので、ドライで全部貼り合わせてから接着アイロンで引き付けたいと思います。これで一つできました。で次、大きい部分なんですけれども、フラップの部分とそれからこの部分と、まず四隅を切ってなかったら切り落として、で切り落としたら、ここに貼っていくんですけども、最終確認でちゃんとつけれるか、フラップの部分がぴったりとくるか確認をして、大丈夫だったら貼り付けてください。まず最初にこのフラップの部分からつけていきたいと思います。最初にこの裁縫上手でアイロンで折り返した折り目に塗って引っ付けていきたいと思います。このやり方はかなり自己流なので、これ以外に上手につけようと思うとつけれないと思うんですよね。お裁縫の上手な方はこれ組み立ててから内ポケットとか、内ポケットじゃないや、この内布をこう縫い付けてもいいと思うんですけど、私そんなに裁縫が上手でもないし、かといってこのバッグだけでは結構ふにゃっとなってしまって、物を入れた時に多分自立しなさそうな感じなんですね、これ。でこっちの方はやっぱりちゃんとくっつけてるからしっかり自立して、重たいものも入れても全然大丈夫なんですよね、やっぱり。でこっちの方はまずここもしっかりさせたかったので、こっちに接着芯も貼ってあるんですね。で接着芯も貼って、こっちの部分ですね、この部分に接着芯を貼ったら
この表から見た時に白い模様が見えてしまったんですね。これではちょっと見づらいかもしれないんですけど、こっちの方接着芯貼ってちょっと一回試してみようと思って貼ったんですけれども、こっちのここのところに、そうするとやっぱりこうヘリンボーンってちょっと穴が開く感じでカゴチックに編み上がってしまうので、やっぱりこの白い部分が見えてしまって、すごいすごい、まあ、気になる方はすごい気になると思うんですね。で、私すごい気になってしまったので、あ、次ここにする時には接着芯貼った後ろにもう一枚布を貼ろうと思って、ここにちょっと2枚あると思うんですけど、裏の部分も貼ってこう見た時にこっちだと白く見えないと思うんですね。こう綺麗になってるので、接着芯貼った方がいいのかなと思いつつ、今度こっちの方は接着芯なしでしようかなと考えてるんですけど、ちょっと出来上がってからですね、接着芯つけるかどうかはちょっと考えたいと思います。で、今ここを貼り合わせてひっついたので、側面の方をできたら、ここにこんな感じでラップの部分に貼り付けていきたいと思います。最終確認でもう一回確認して、通けて裁縫上手をちょっとしっかりつけたいので、周りと真ん中と全部こんな感じで貼り合わせていきます。ここはファスナーをつける部分なので、ちょっとちゃんと接着しとかないと、ここファスナーの開け閉めの部分なので、こんな感じでしつけて、もしも心配な方はここを洗濯バサミでプチプチプチっとくっつけて、ちょっと時間を置くとちょっとひっつくかもしれませんし、あのアイロンで接着するとかなり強力になるって書いてあったので、アイロンでまたここをひっつけるのもいいと思います。後からアイロンでひっつけたいと思います。で、こっちの方もフラップの部分をつけたいと思います。ちょっと付けられました。そしたら次はこっちの中の方
な感じで貼り合わせます。最初にまた同じ感じで、ラップじゃないや、この折り目をつけたところを裁縫上手で縫って、両方とも両端につけて折って整えておいてください。はい、貼り合わせることができました。そしたら端の方に、ね、このように引っ付けていきたいと思います。こうですね、あ、接着芯のことを忘れてた。接着芯なくても大丈夫かな。とりあえず接着芯 なしでこっちは引っ付けたいと思います。端っこの部分はちょっと浮き出ないようにしっかり塗ったら、この真ん中の部分もこんな感じでランダムに裁縫上手をちょっと塗り広げてください。こう貼り合わせるだけで結構強度も強くなると思うんですよね。そしてできたら、よいしょ、持ち上げてキュッと中の方に入れ込まして、して引っ付けて、こっちの方もですね、あ、こっちちょっと足りなかった、こんな感じでこっちの方はぴったりとくっつくように、こうフラップがなるように、こんな感じで引っ付けていって、でこれはこれで完成です。でこの後にこの、引っ付けた方が強力になるって書いてあったので、あのアイロンをかけた方が、そうですね、アイロンでさらに強力速乾接着って書いてあるので早く乾くみたいなので、アイロンをかけてまたパリッと、あ、結構自立しますね。アイロンをかけておいてください。